ツイッター改革後、朝日系メディアのいいね、リツイートが急減してしまう。がネットで話題。内容はこちら。ツイッター改革後、朝日系メディアのいいね、リツイートが急減してしまっているようです。では、トゥーンベリゴンさんのツイートより内容を見てみましょう。トゥーンベリゴン。劇的ビフォーアフター。なんということでしょう。あんなにたくさんあったいいねが、匠の手によってすっきり綺麗になくなりました。ツイッター社員がどれだけ操作をしていたのかが一目瞭然ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ツイッタージャパンと結託してアクセス数稼いでたんだろうな。運営が自ら下駄履かせていたとしか説明できない落差だな。改めて作られたトレンドだったんだなぁと。ツイッタージャパン案件だったのかわら。意図的に下駄履かせていたとしか思えませんよ。次はこちら。朝日系が流れてこなくなった。特にハフポストはうざかった。これがこいつらの本来やるべき姿だったってことやな。誰も見てないことが知られてしまったね。操作なしだとこんなもんか。淘汰されてどうぞ。これが答えですね。次はこちら。イーロン・マスク。ツイッターは世界に関する最も正確な情報源になる必要があります。それが私たちの使命です。イーロン・マスク、日本のネットを救った英雄だろ。民主主義というものがイーロンさんによってもたらされた。サンキュー、イーロン。イーロン・マスク氏はまさしく英雄ですよ。最後はこちら。ツイッタージャパンの社員がクビになって本当に良かった。ツイッタージャパンと共に沈んで受けるプップ。イエーイ。ハフポストさん見てる？怒りのマストドン推し。残念でもないし当然。飯がうめえわ。ざまあああくく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 く。数字は正直でいいね。ツイッタージャパンと朝日系メディアの惨状は自業自得であり因果応報ですよね。結論。これまでのツイッタージャパンは左の思想全開で、朝日系メディアやオパヨの工作トレンドを優遇させるような操作を繰り返してきたのでしょう。そんな偏った思想の社員が一掃されたことで、ツイッターのトレンドからいいね、リツイートの様相がここまで一変してしまうのですからね。どれだけ内部で操作をしてきたのか計り知れませんよ。しかも高橋陽一氏曰く、マスコミ関係者の多くがツイッタージャパンに流れていたという情報もありますからね。本当に一掃されてよかったと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。